ソフトウェアクリーンルームとは検証可能な信頼性を保ったソフトウェア開発工程のモデルの一つである。クリーンルーム手法は IBM にてハーラン・ミルズらが開発した。クリーンルーム手法の主眼はバグ除去よりもバグ予測にある。この名称は集積回路の製造工程で使われるクリーンルームが語源であり、欠陥を防ぐという目的の類似性から使われている。著作権や 特許の侵害を防ぐクリーンルーム設計の開発とは関係しない。クリーンルーム手法は1980年代末頃から使われ始めた。1990年代初めには実証プロジェクトが軍関係で行われた。最近では CSP で表現された仕様による自動検証機能をクリーンルーム手法に組み合わせる試みがなされている。 クリーンルームプロセスの基本原則は次の通りである。ミルズ、H、M.I.R.&、R. リンガー、クリーンルームソフトウェアエンジニアリング。IEEE ソフトウェア4、1925、ホアマン、ジョン、クリーンルームソフトウェアエンジニアリング。ソフトウェアテクノロジーロードマップ、ソフトウェアエンジニアリングインスティチュート、2006年4月27日、閲覧。ガイ ブロードフット &PJ ホップクラフトイントロデューシングフォーマルメッソツイントゥインダストリーユージングクリーンルーム CSP, Dedicated Systems We Magazine, http://www.realtime-info.b スラッシュマガジンスラッシュ e m a g a z i n e スラッシュ f u l l t e x t スラッシュ2 0 0 5 9 1 1 p d f 二千六年四月二十七日閲覧ありがとうございます